こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。そうだね。ひとまず今回短めでメインストーリー進めていこうかなと思います。そうだ、メインクエストってハードモードもあるんだ。順調ですね、ここまでは。もうすぐレベル50に達しようとします。はい、どうだ。軽く突破ですね。さあ削り始めた。ソブラフラッシュが有効。勝ちましたね。全然傷ついてない。4名まで行ってますが、特定
条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。いつか将軍と共に天下統一。ボスバトルが解放されたぞ。ボスチケットを使っていざ従業員研修に赴くぞ。何日まで？3月14日までか。結局これやらないといけないんだ。やばいな、これちょっとやばい。あ、ギリギリ知らずに終わった。キズアップ。私は紅茶、ミルクティーでお願いします。こっちの人にはコーヒー。あと、猫ちゃんのおやつも。はいはい、ちょっと待っててね。猫ちゃんのおやつも注文したからね。ご注文受けたまわりましたにゃ。少々お待ちくださいなのにゃ。ねえねえ、たい焼きじゃないメニューって何かある？駄菓子もたくさん食べたし、違うのが欲しいの。困ってます。たい焼きカフェと駄菓子のお店にゃ。僕違うのがいい。もうそんなわがまま言わないでちょうだい。店員さんごめんなさい、うちの子が無茶なこと言って。私が出せるのはたい焼きにゃ。もっといろいろメニューを考えないとダメなのかな。お困りですか。はい、お兄ちゃん、ここであったが100年目運命ですね。はい、今日はお姉ちゃんと交代してもらったので、人気のたい焼きカフェがあると聞いて偵察に来ましたよ。でも最近回転したばかりなのに、トムトンビを吹き飛ばす勢いとか。まさかお兄ちゃんがいるとは思わなかったんですけど、なんだか困ってるみたいですね。私手伝いますよ。ほら、情けは人のためならずんば孤児を得ずでしょ。意味わからないにゃ。厨房お借りします。られた材料
私はそれをクレープで巻いてたい焼きクレープも作りますね。これはもうたい焼きであってたい焼きではない美味との遭遇。巻いて巻いて何でも巻きますよ。うちはたい焼き屋にゃ。クレープ屋をやるなら自分のところでやるにゃ。資格だったにゃ。けどやっぱりバリエーションは必要にゃ。研究あるのみにゃ。これがうまくいけばきっともっともっとたくさんのお客さんを満足させられるはずにゃ。なるほど、そなたもいろいろと工夫を始めたのだな。私も駄菓子のアレンジを考えてみるぞ。こんにちは。ここにすごく珍しいたい焼きがあるって聞いたんだけど。はい、ありますにゃ。ふわふわ綿あめトッピングたい焼き、こちらですにゃ。セットのコーヒーもあるからな、ぜひ味わってくれ。この調子でもっともっともっとお客さんを増やすにゃ。バリバリ行くぞ。なんだ？って、どうしてテンション低いさ？おい！猫ちゃん、こっちだぜこっち！たまきちゃんの特製おやつ、いっぱいあるぜ！なんかノリ悪いな。どうしたどうした、元気ないぞ。お客さんはみんな勢いが良すぎて猫従業員たちがびっくりしてるにゃ。みんなちょっと落ち着くにゃ。猫ちゃん、なんでそんなに怒るんだよ。あらあら、あっちも大変そうさ。けどこういう時こそ歌と踊りで和ませて。ああ、なんか迷惑そうね。あれ、あの子のところだけ猫ちゃんが楽しそうさ。よしよし、いい子、猫だらしが好きなの。様、ほらほらこっちよ。いい、よーく狙って、うん、上手、よく捕まえたわね。猫じゃらしはこっちに。で、どうしたの？まじまじ猫じゃらしを見つめて。すごいさ、なんでそんなに上手に猫と遊べるの？私、猫のビースト族だから。それだけじゃない何かがあるの？私にも教えてほしいさ。ちょっとそんなに迫ってこないでよ、びっくりするじゃない。ほら、猫も逃げちゃったでしょ。ああ、ほんとさ、私猫とやっぱり仲良くできないのかな。何？どうしたの？なるほどね、猫と仲良くなりたいってわけ。猫
なるほど。だからあんまりいきなり目を合わせたりしないで、ちょっとずつ仲良くなるのよ。気がないような素振りをしながら。うんうん、それでそれで。指先の匂いを嗅いでもらって挨拶するのよ。それから猫じゃらしを視界の端っこでちょっと揺らしてみたりして、それでそれで。だからあんたはちょっとその勢いを抑えなさいって。ああごめんね、ついつい。してもらえるとこんなに嬉しいんだな。ナナ、猫ちゃんと仲良くなる方法もっと教えてくれよ。なるほど。むやみやたらと猫を追いかけて嫌われてしまった結果、昇進する者を助けてやれる。キクも明暗だと思わんか。モニカもだんだん商売のことが分かってきたにゃ。猫と仲良くなる方法を知りたくてお客さんが来てくれるようになれば、商売の幅が広がるにゃ。いい案だと思うわ。私もまた遊びに来るわね。コーヒーも美味しかったし、猫たちも可愛くて満足満足。魔物スイーツじゃないたい焼きも久しぶりよ。本当にね、私も楽しかったさ。師匠、俺にも猫と仲良くなる方法を教えてくれ。ちょっと師匠って何よ。弟子取ったつもりはないわよ。ぐいぐい迫られて大変そうさ。大人気ね。まあ確かに、あんないかついのに追いかけられたら怖いのにゃ。こうやっていろんなお客さんが楽しんでくれるような店にしていきたいな。うん、そうだにゃ。それで稼いで稼いで稼いで稼ぎまくるにゃ。お客さんもたーくさん呼ぶのにゃ。家賃なんて余裕で支払ってみせるぞ。今の声、うちの猫じゃない気がするにゃ。気のせいだにゃ。喋った。ストーリーは進められない。いらっしゃいませ。私たちのやりたいこと、やるべきこと、欲張りは良くないが、守りたいものはたくさんあるのだ。さあ、ナッシュカッツは、
びをしなくては。経営者目線の話は今は一旦置いとくにゃ。まずはあいつに勝って落ち着かせることが第一にゃ。縄張り争いと一緒にゃ。そうだな。これ縄張り争いなのか。急に話のスケールが小さくなったような。何を言ってるのにゃ。猫にとって縄張り争いは一大事。従業員研修はお店の一大事。狙われたからには守らなくちゃいけないのにゃ。うむ、確かにそうだな。この状況を放置するわけにもいくまい。力を合わせて戦うとしよう。うん、お、もうちょっとだ。オッケー。どんなもんです。なんとか勝てたのにゃ。なんてハードな従業員研修だにゃ。だがどうにか落ち着かせられたぞ。ここからどうしたものか。にゃにゃ、おとなしくなったかと思ったけど、なんか雲行きが怪しいにゃ。なんだと。我々は急いで開店準備をしなくてはならないのに。だが致し方ないか。ここまで来たら後には引けまい。もう一頑張りやってやるにゃ。でもその前に甘いカフェラテで回復したいのにゃ。痛い目。ハードモードを回復。おい、玉木、なんだかとんでもないことになってるぞ。ちょっと待つのにゃ。私は今絶賛休憩中で。言ってる場合か。すぐに対処しないとまずいぞ。はっ、合点承知にゃ。特別サービスで気合を入れるにゃ。ナッシュ買ってはご近所の平和も守るのにゃ。待て、私を置いていくな。一体目が受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。やっぱりね、結構傷が開いてしまってんな。回復量が少ない。死んだ。弱いな。だがこれ良くないな。競合店からも視察が来るとはな。そういった手合いへの対処も考えておくに越したことはないな。何か妙案はないものか。機構も意見を聞かせてくれないか。そうか、来る者に疑いの眼差しを向けて視線で殺すと。きっと後ろぐらい思いのある輩は逃げ出すに違いないな。って、それでは普通のお客も入ってくれないではないか。
終わり？終わりか。とりあえず戻るんだけど、下ろして誰を入れるかな。ドエム入れるとどうなる？お、回復してる。背が浅かったからな、前衛としては。動きが早い。いいね、ここぐらいなら回復してくれる。ノーマルに戻って1の10をやろう。いただくですよ。未来を見せてやれ。開放開始。ドラゴンファントム。習ったぞ。ゲーム結構耐久力高いな。勝ちました。エンジェルの力どうでした？接客というのは軍人の職務に負けず劣らず過酷なものだな。常に笑顔を浮かべているとだんだん頬が気候がか。そのような技能があったとは初耳だが、おこれはなかなか、はあ、心地がいいな。手から伝わる体温が程よく眠気を誘って、うん？しないど。ボス前行けるかな。ストーリーも見たいしね。とりあえずド M で固定でいいと思う。回復してくれるな、ド M だと。おお、このド M 結構耐久力ある。
お、なんか解放された。かちょっとレベル的にしんどいな。たぶきな朝日が目にしみるにゃ。早起きはつらいにゃ。昨日はファントムキャッツの仕事もあったから。お前もかにゃ。昨日もお客さんがたくさんだったし、働き者は大変にゃ。うん、ハルケースペアネかな。いいね、喋ってる。
やばいなこの状態。誰だろう。うん、置物じゃなかったのかにゃ。足は正真正銘招き猫の置物にゃ。足の使命は客を招いて店を繁盛させること、うん、さあ早く接客をするにゃ。売り上げを上げて働け働け。様子がおかしい。なんで？外から悲鳴が。なんで魔物がこんなところに。なんで魔物がいるんだ。列に並べて。張り込むな。え？敵かい。限度はある。だが急がねば魔物や客が暴れ始めてしまうかもしれん。急いで接客せれば。やりたい店。そうだ。私はそうだな。飛行の言う通りだ。最初は我が盟友の願いを聞いてここを借りたのだったな。我がギルドもっと知ってもらいたくて、仲間を増やしたくてここを借りて。そうそう。買いに来る子供や近所の人に来てもらうのは思いのほか楽しくて、気がつけば始めた時よりもずっとここが好きになっていたんだ。古くたっていい、皆に愛される場所であるようにと頑張ってきた。玉木、そなたもそうだろう。冷静になってこの店を守っ。早くたい焼きを焼くにゃ。お客さんがどんどん増えていくのにゃ。やばいな。君も早く手伝ってほしいにゃ。ワーカーホリッカーになってる。ほら待ちきれないお客さんが入って。魔物にゃ。ダメにゃ。お客さんが危ないにゃ。私も売り上げを求めるあまりすっかり見失っていたが、そうにゃ、商売人が一番大事なこと、お客さんを幸せにすることをすっかり忘れてしまってたにゃ。どうする。こんな場所では危ない。お客さんをまずは外に避難させるぞ。なんかボス戦になりそう。よくも邪魔だてしてくれたに。邪魔だて。客を店の外に出すにゃと今後どうだにゃ。やらばお前たちは全員出ていくにゃ。お前らにはもう頼まないのにゃ。わしが今日からこの店の店主ににゃってやるにゃ。ばっちり招いてがっちり稼いでばー知ってやるにゃ。あの招き猫何？あんなのがいるなんて聞いてないわよ。急いで逃げよう。
嫌だな。せっかく来たのに。これはやばい。3日も並んでる人もいるんだぞ。までだな。お疲れ様です。いらっしゃいませ。あ、どうだ。それっぽく。あとちょっと。耐えてくれてる。正解があるなんだ。何を選べばいいってもんでもない。
けた。本当だ。これも飛行の助力の賜物だな。それにしてもお前は何者にゃ。猫の姿をしてるだけで本当は猫じゃないのかもしれないな。そもそも招き猫が喋るなんて、その上やたらに客を招くのも店を乗っ取るのも、曰くつき、そんな可愛いものか。知らず客だろうが何だろうが招きまくるこの置物が、私たちの店では手に負えないにゃ。やっぱりこれは魔道具を扱う店に引き取ってもらうしかないにゃ。せっかく持ってきてくれた秋野には悪いけど、これだけ力が強ければもしかしたら高く売れるかもしれないにゃ。そのままは使えなくても新しい魔道具の材料にしたい人がいるかもしれないにゃ。どう材料、そうしたらもう悪さもできなくなるにゃ。いやー、それだけはやめてくれ。足は頑張って客を招いただけなのにゃ。確かに客が来れば店が潰れてしまうのにゃ。お前たち商売人に呪われた招き猫だって散々言われて、いろんな店を転々としてきたあっしの気持ちがわかるわけがないのにゃ。それは確かにそうだが、いつだってお前たちは望むのにゃ。店に人が来るように、客が来るように、どんどん集まって繁盛するようにってにゃ。にゃあ、それがあっしら招き猫の使命だからにゃ、うん、招いて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 招きまくるのにゃ。店を満員にしても行列を作るほどになっても1年先まで予約が埋まって休む間もなく後から後から客を招いたのに、こんなに招いてやったのに、なんで店を畳んで足を一人ぼっちにするのにゃ。お前それはやりすぎかにゃ。やりすぎ？売り上げが足りないんじゃなくて、お客さんが多すぎて力尽きちゃったのにゃ。あたしたちと一緒にゃ。そうか、お前なりに一生懸命だったんだな。だがお客さんは無理やり招かなくてもいいんだ。それよりももっと居心地いい店を作ってお客さんにゆっくりしてもらえればいい。楽しく過ごしてもらえる店ならきっと前に来てくれたお客さんもこれから来てくれるお客さんも通ってくれるようになる。だから心配するなって。今お前この話の流れで招こうとしたな。客を招けとわしの中の招き猫魂が叫ぶにゃ。招けない猫はただの猫にゃ。それはわしには耐えられないのにゃ。
招き猫の力を失ったのか。おや、招いても招いても誰も来ないのにゃ。どうしてにゃ。おや、家賃が払えないにゃ。私やタマキや今までのお前の持ち主がもっともっと招いてほしいとそう願ったからお前は招いたんだろう。もう無理に招くことはないのだ。招きすぎたり店を乗っ取ったりみんなに迷惑をかけてばっかりだにゃ。わしは悪い猫にゃ。そうだね。私がモニカの店を手伝うようになったみたいに。いや、だけど気がつけばこんなにみんなに大事にされてるお店になってたにゃ。まあ家賃の支払いだけはダメダメのままだけどにゃ。この話の流れでそれを言うな。いいか、お前は私たちと一緒だ招き猫。一緒。加減が分からなくてやりすぎて失敗したりしてうまくいかない時がたくさんあるんだ。だけど諦めたりはしなかったぞ。今までもこれからも。お前だってそうしてきたんだろ。そうにゃ。それにお前もこのナッシュカッツの仲間なのにゃ。だけど私はもう招くことはできないのにゃ。お前たちの役には立てないのにゃ。招けるかどうかなんて気にしないにゃ。ナッシュカッツェは私たちの店にゃ。だから私たちが立て直すにゃ。そのくらいこの私にかかればお茶の子さいさいなのにゃって。このぐちゃぐちゃな店したいな。うんうん、お兄ちゃんこれ運ぶね。ゴミはこっちに片付けて、倒れた椅子は元の場所に。猫ちゃん、ダメだよ。今は危ないからちょっと待っててね。大事なお店だもんね。大丈夫、ちゃんと元通りにするよ。ありがとう、我が盟友。このお礼はいつか必ず。そなたらが困った時にはいち早く駆けつけるぞ。こら、なんでプリンを入れる棚が倒れてるの。早く修理してお店を再開するの。分かったからそこで暴れるな。ポルターガイストを起こすな。都のプリンのために早く修理するの。しょうがないから都も手伝ってやるの。瓦礫をどけてやるの。そう言いながら屋根の上から物を落とすな。ジョーちゃんたち、一体何の騒ぎだったんだい。店がめちゃくちゃになってるじゃないか。仕事終わりのコーヒーを飲みに来たんだが。ごめんにゃ、今日はちょっと臨時休業だにゃ。ずいぶんなありさまだが、まさか店を畳んだりは。絶対にしないと約束する。ちょっと予想外のトラブルでな。うむ、すまない。だがカフェナッシュカッツェはこれからが本番だ。きっと再開するから
ちろんさ。俺はここのおかげで駄菓子のうまさを知ったんだ。あんな可愛い色の飴、絶対口に合わないって思ってたのにな。今じゃすっかり甘党だよ。絶対にやめたりしないでくれよ。うん、約束するにゃ。お、この招き猫、無事でよかったな。変な顔で気に入ってたんだよ。よかったにゃ、お前。ほら、ちゃんとお礼言おうにゃ。どうしたのにゃ、お礼くらい言おうにゃ。あっしは店の主と以外は喋らないにゃ。あっしが客と話せば客の興味はあっしに向く。人が来ることもあるかもしれないにゃ。だけど本当に見てほしいのは店の中身だからにゃ。そうだったのにゃ。じゃあ私がお前の代わりにお客さんにお礼を言うにゃ。お客さん、この招き猫を覚えてたのかにゃ。ああ、俺にとっては正真正銘の招き猫さ。前に道を歩いてたらふと視線を感じてな、振り返ったらこいつと目が合って。なんかさ、猫などに難しい顔してるだろ。だけどよく見ると面白い表情で。その時はちょっと落ち込んでたけど笑っちゃったんだよな。気がつけば引き込まれるみたいにドアを開けてたんだよ。そしたら中には猫はいるわ、たい焼きはあるわ、面白いカフェだなって思ってすぐに気に入ったんだ。そうだったのにゃ。ありがとう、お客さん。招き猫も喜んでるにゃ。うん、やっぱりお前はうちの看板猫にゃ。店が再開したらまた来るよ。ああ、それと力仕事が必要な時は呼んでくれ、手伝うからさ。そっちのギルドマスターのジョーちゃんも。俺も所属ギルドがあるから入れないけど、手伝いくらいだったらできるぞ。依頼で手が足りない時は呼んでくれよ。そういう受付もやってるんだろ。ああ、そうだ。というか本来はそれがメインなんだ。暇ができたら来てくれると嬉しいぞ。もちろんさ。ありがとうにゃ。ほら、お前の呼んだお客さんまた来てくれるって言ってくれてるにゃ。さあ、お店を再開させるためにも頑張らなくちゃにゃ。ちょっとデータが多いな。これは今回はいらっしゃいませ。やらずに私たちのやりたいこと、やるべきこと。欲張りは良くないが、守りたいものはたくさんあるのだ。この辺は飛ばしていきましょう。時間かかっちゃうよね。で、ボス戦ですね。暴れてやる。さっき倒したから余裕でいけるでしょう。勝ちました。余裕の勝利です。だね。
信頼度アップ。報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。ギルド管理協会です。あと何個。行きましょう。そのノーマル。あ、ダメだ。最低保証だ。ですね、これも金2つ。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。諸君、うん、ここまでですかな。まだランクアップできる。まだいけるのか。ここまでですね。装備できない。まあやめておきましょう。はい、ということでここまでとなります。これだけ上げて終わりましょう。はい、よろしければチャンネル登録、高評価。
お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもぜひお願いします。こちらがフレンドの皆さんです。素敵な関係を築いてくださいね。いつか将軍と共に天下統一するです。あと、まあ猫たちが、モニカもうちょっとだな。あれ、今知らない猫の鳴き声が聞こえてきたんだ。その耳かにゃ、きっとちょっと疲れてるんだにゃ。私はコンサルとしていついかなる時も経営に目を光らせるにゃ。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。